お兄ちゃん、ママ子の代わりに偉い人たちに挨拶してきて。もう違うってば。ちょっと今日の出演者の中に知ってる人がいただけ。桃子、前は女優だったけど今はアイドルでしょ。なんだか気まずいなって。文句ある？お兄ちゃんだったらどうする？あんまり会いたくない人に会っちゃった時とか。そうだよね。桃子、あの頃より大人になったんだし。わかった。桃子、自分から挨拶してくるね。アドバイスありがとう、お兄ちゃん。